やっほー、ルフィア。うん、今日バレンタインだからチョコあげる。じゃーん。え、バレンタインチョコくれるの？うん。あるか、もしかして。あ、これはギリチョコだよ。Begitu teman-teman cowok, jangan geer dulu kalau teman-teman mendapatkan hadiah coklat dari seorang gadis di Jepang pada saat hari Valentine. Karena kemungkinan besar coklat tersebut adalah giri choco, yang berarti dia hanya menganggap Anda sebatas teman biasa dan Anda bukanlah satu-satunya cowok yang mendapatkan coklat dari dia. Pada video kali ini kita akan bincang-bincang mengenai hari Valentine di Jepang bersama seorang teman kita, Haruka-san. Haruka-san, konnichiwa. Konnichiwa. Oke, gede sekali. Hai, genki desu. じゃあまずは自己紹介してもらえますか。はい、こんにちは、日本で生まれて日本で育ちました大学生のはるはるです。私は旅がすごい好きです。でインドネシアにも一回行ったことがあります。そうなんですか。はい、すごい。ジャワ島。ジャワ島です。ジャワ島。暖かくて、あの緑がいっぱいあって大好きでした。なるほど。じゃあ、jadi teman-teman Haruka さんに juga ada seorang anak Keio ke 在学部ですね。うん。うん。Terus Haruka san ini juga seorang idol, AI idol ですよ。そうです。あの AI の、皆さん AI っていう、まあ、人工知能があるんですけども、それの勉強をしていて私が、でその魅力を、まあ、もっと多くの人に知ってもらって、でもっと AI が日常生活で使われる社会になったら、うん、もっと人間がクリエイティビティな仕事ができるじゃないかなと思って。その魅力を発信する活動をしています。すごいですよ。いや、じゃあはるかさん、あれ何と呼べばいいんでしょうか。あ、はるかさん、はるちゃん、はるはる。そうだね、小学1年生からの、ね、あだ名がはるはるだから、はるはる、はるはるでいいよ。あの、じゃあはるはる、今日は、ね、日本のバレンタインデーの文化、カルチャー、トリションの話なんですけど、うん、はるはるは毎年ギリチョコをあげますか？あ、あげます。毎年あげるかな。もう昔から本当、小学1年生からずっと毎年ギリチョコをあげてました。そうなんですか。じゃあギリチョコって何でしょうか？ギリチョコは、まあ、友達とかの、まあ、普段お世話になってる先生とか、あと家族とか、まあ、にあのプレゼントする。まあ、本命じゃないチョコレートですかね。なるほど。じゃあ、好きな男じゃなくて、うん、そういうことだね。ただの友達の男に全員あげるでしょうね。まあそうだね、仲いい子にはあげる。仲いい、なるほど。うん、じゃあ本命チョコもあのバレンタインデーにあげれるんですか？うん、本命チョコもあげる。同じ日でしょ。同じ日に。じゃあなんで日本では、うん、女が男にプレゼントするでしょうか。なんか奥の国と規約じゃない？なんかいろいろな説があるんだけど、うん、あの調べたところの時には1958年ぐらいにメリーチョコレートっていう会社が東京にある新宿っていうところのデパートでそのバレンタインのチョコレートキャンペーンをやったんだって。でその時にあの女性から、まあ、男性に送ろうみたいな風にキャンペーンやって、でそれがまあ流行って、でその後の年もどんどんなんかいろんなチョコレートとかお菓子のメーカー、お菓子メーカーが、うん、あの一緒にバレンタインのキャンペーンを盛り上げて、で女性が、まあ、買って男性にプレゼントするっていう文化が根付いたらしいっていう風に言われてる。うん、面白い、泣きすぎですね。ね、まあビジネス。ビジネスだから。ビジネスもあるね。日本人ってビジネスがうまいですよね。そうだね、イベントのビジネスが上手だね。本当だ。お祭り大好きだからだな。ああ、確かにそうですね。すごい伝統的に、あの、うん、いろんな各地で日本は伝統的ななんかその、まあ、お祭りがあるやってるあるんだけど。だから多分海外のクリスマスとかハロウィンとか全然あのキリスト教徒じゃない人も、うん、あのお祭りだと思ってあのケーキ買ったりパーティーしたりするのは好きだね。うん、じゃあバレンタインのプレゼントはなんかチョコレート以外でも大丈夫？あ、服とかケーキとか。うん、なんかあのアンケートがあって 90% 以上の人はチョコレートが、チョコレート以外のお菓子もあげるみたいなんですけども、うん、あの残りはあのチョコレート
とか食べ物じゃないものをあげる人もいるみたいで、まあ、一番その中で多いのが服なんだけど、2番目はなんか、なんかパンツとか、パンツであと靴下とか、あ、なるほどなんかそういう、あと日用品とか文房具とかそういうのもあった。なるほどなるほど、うん、じゃあはるかさんはいつもチョコあげる？あ、私はね、いつもチョコじゃないかな。高校生からチョコじゃないのあげることにしてて、だってバレンタインの日ってみんなチョコあげるでしょ、うん、で、友チョコっていうのがあって、女の子同士もチョコをプレゼントするのね。あ、で、私女子高生、あの高校の時が女子校だったから、だからみんなでお互いにチョコあげるんだけど、うん、そうするといっぱいチョコ自分でもあげるけどいっぱいもらうのね。チョコ多いとなんか嫌、なんか飽きる飽きるから、なんかチョコじゃないお菓子を作った方が喜ばれるかなと思って、その時からはなんかパウンドケーキ、キャラメル味とか抹茶味とかチーズケーキ作ったりなんかしてるかな。じゃあはるかさんの、はるはるの、はるはるがあげるのは自分で作るお菓子、それとも買うお菓子？私は自分で作ってるんだけど、毎年自分で、毎年手作りしてプレゼントしてたんだけど、でもある調査によると 60% 以上の人はもう買ったものをプレゼントしてるみたいで、そうだね、まあ、やっぱりその方が時間がかからないし、ね、気軽に買ってプレゼントできるからね。大変じゃないですか、それは。買うのが？ああ、作ってもなんか時間がかかるでしょうね。うん、ああ、作ると大変だね。うん、だけど私高校の時にそのお菓子作りをして作ってプレゼントしなきゃいけなかったんだよね。なんかその部活の決まりで、だからまあそれで作ってたらお菓子作り好きになって。うん、ですごい楽しいんでやってるから、もう趣味かな、お菓子作りは。趣味ですか、うん、すごい上手じゃないけど、あ、ところで、ギリチョコとトモチョコは同じですか、うん、なんか形とか値段とか。あ、難しいこと聞くね。それは人によるかな。まあ、ギリチョコって言ってもさ、すごい大切な人だけど別に本命じゃないっていう、なんか仲良しの、すごい仲良いけどっていう人にはなんかいいチョコをプレゼントするでしょ、ギリチョコとして。だけど友達だったらさ、友達だったら大体女の子にあげるんだけど、女の子に女の子があげるんだけど、それを友チョコっていうのね。だからそういう時はまあ普通にたくさんの女の子の友達にあげるから、あんまりいいの買えない普通のチョコをね。なるほどなるほど。じゃあ、あったかいものじゃないですね。そうだね。友チョコはまあ普通チョコ、普通のチョコをプレゼント。普通のお菓子かな。本命チョコが高い。本命チョコはまあそうね、ちょっと気合い、ね、値段にも気合い入っちゃうのかな。まあ私はでも手作りだから、一緒だけど、じゃあホワイトデーという日もあるんでしょうね。うん、ホワイトデーは3月14日にあって、それでバレンタインにチョコをもらった男の人、まあ、男性が、チョコをくれた女性にお返しに、お礼の、まあ、お菓子か何かプレゼントする。そうなんですか。そういう日なんですね。じゃあ僕もこれのお返ししなきゃ、来月待ってるね日本にいたらねそうだね、ホワイトデーっていうのはそれまではマシュマロデーとかキャンディーの日とかっていうふうにも言われたみたいなんだけど、なんか1980年に全国アメガシ協同組合がホワイトデーっていうのに統一していたらしい。まあ、なんか若者のその純白な愛みたいなイメージでホワイトデーっていう、あ、ところで、はるはるさん、はるはるちゃんは好きなチョコのブランドありますか？難しいこと聞くね。私チョコレート結構好きだから、好きなブランドいろいろあるんだけど、フランスのアラン・デュカスさん、あとジャンポール・エヴァンも好き、あとピエール・マルコリーニっていうのも有名だけど好きだね。そうなんですか。じゃあ日本のチョコレートのマーケットシェアを見ると、
ップ3は、明治と、グリコと、それとも、ロッテ、それがトップ3。じゃあ、これは別の会社の、チョコレート？そうだね。スペシャリストのチョコレート？そうだね。じゃあ、一緒に食べてみましょうか。はい。はい、Let's eat! いただきます。いただきます。そうですよね。きれい。じゃあ、それから、これは、ガテオ・ペスタ・アラダ。フランス語は、ちょっと、あまり怖すぎないから、ごめんなさい。おいしそう。あ、ラスクなんだ。ラスクチョコ、おいしそう。ハルハルが好きなチョコはどれですか？どっちですか？抹茶。抹茶。抹茶。これ抹茶味って。オッケー。じゃあ他は？これはきなこで。きなこ。きなこってわかる？大好き。大豆の。大好き？そう。これ毎日食べます。あ、本当？そうです。これがゆず。ゆず。ああ、それも大好き。これはごまって書いてある。え？ごま？そうなんですか。ごま。なるほど。これなんだろうね、クランチっぽいけど、書いてない。KFC。 いや、違う。KFC じゃない。いただきます。お、甘くて美味しいです。お、ほんと、よかった。ありがとう。よかったよかった。私は抹茶、抹茶大好きなので。抹茶。jadi macam itu adalah hijau. So, 抹茶は英語ではグリーンティーかな。グリーンティー。グリーンティー。そう。普通にお抹茶って苦いんだけど、よくスイーツにも使われたりして、私も抹茶のケーキとか大好き、よく作る。いただきます。緑色。美味しい。僕も抹茶のアイスクリーム大好きです。美味しいよね。あ、いいね。あ、さっきか、昼間の時、抹茶のコーヒー飲みました。抹茶のコーヒー。ええ。抹茶フラペチーノ。ああ。抹茶のコーヒー。抹茶クリームフラペチーノ。スタバのね。スタバ。これじゃあ、なんかなぜかアルピアからもらったチョコレート。いただきます。言わなくてもいい。バレたいね。逆チョコ。逆チョコ。そうね、逆チョコもあって、そうね。あ、美味しそう。やっぱこれ有名なやつだよ。そうなんです。めっちゃ日本で有名。プレミアムチョコ。逆チョコって言って、そのバレたいの日に男の人の方から女の人にチョコレートをプレゼントするっていう文化もちょっとだけある。まあ私はあんまもらったことないけど。たまにある。初めての逆チョコ。おー、こんな感じ。こんな感じです。美味しそう。ラスクだ。いただきます。クランチの音がします。うん、クランチでないの。超美味しい。あ、そうなんですか。よかったです。あ、もう時間ですね。晩ご飯の時間。じゃあ、はるはるさん、今日、助けてくれてありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、皆さんにもご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。jadi kesimpulannya, bagi teman-teman yang cowok, jangan gaya dulu kalau teman-teman dapat hadiah coklat dari seorang gadis di Jepang. Dan bagi teman-teman yang cewek, pada hari Valentine, siap-siap ya, keluarin duit atau keluarkan tenaga dan waktu untuk membuat coklat dan memberikannya kepada orang-orang terdekat. それでは皆さん、ご覧いただきありがとうございました。もしこの動画が気に入ってくれたら、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。では、次回の動画もお楽しみに。また。